とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。クールダウン5の防具プラス、機械仕掛けの弓を使って、ブラストビルド、そしてカバンビルド、見せてくださいということですね。ありがとうございます。今日はですね、これ、輝くローブのクールダウン5、そして、機械仕掛けの、まあ一応無限をつけてますね。これを使って、ブラストビルドでやっていきたいと思います。やってみたところ、えぐいです。ものすごい。矢がね、80本あるんだけども、80本とかもうほんと一瞬でなくなる。これぐらいすごい。こんな感じです。もうブラストをね、投げる数が、えぐすぎる。なんか訳がわからなくなるんだよね。多分これね、落ちたりする可能性もあると思う。それぐらい、ものすごい数です。はい。では、ブラストビルド、最速でやっていきましょう。OK。弓を、2000本貯めました。こんだけありゃいいでしょう。ははははは。えぐすぎるよ。数がえぐすぎるよ、これ。あ、でも意外と無限つけてるからそこまでなくならないか。うわ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 こっちの方まで敵がぶっ飛んでくる。よし、行くぞ。くらえ。ああ、なるほど。まあまあ一発一発がそんなにでダメージないから、まあ、こんな感じでしょう。しゃあ、あ、矢はねそんななくならない。うん、やっぱ無限がだいぶ発動するんだな。あ、無限が意外と発動、うん、まあぼちぼちか。でもそんなに矢は使わないね。数百本あれば多分事足りるぐらいではないでしょうか。はい、ということで、今日はリクエストにありましたクールダウン5の防具プラス機械仕掛けの弓を使ってブラストビルドやってみました。こんな感じです。ものすごい数の、キノコを投げます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。